京都の皆さん、ただいま。榊真理子役の沢口靖子です。科捜研の女劇場版楽しんでくれてほんま大きに。ほんまは初日に京都に来たかったんやけど、緊急事態宣言も明けてやっと皆さんの前でご挨拶することができました。今日は最後まで楽しんでいてください。土門薫役、内藤隆さん、お願いします。やつはそんな感じで関西弁でやんのこれ今日は。関西弁縛りやで、今日全部関西弁できますから。面白かったですか？この科捜研の女というドラマは、1999年に京都で生まれまして、で京都の街でもう二十数年、撮影させてもらってます。でこの前発表がありましたように、今後もシリーズが続きますんで、この京都生まれ京都育ちの科捜研の女っちゅう、このドラマをですね、映画ももちろんそうですけれども、今後とも、応援のほどよろしくお願いします。宇佐美優也役、風間徹さん、お願いします。皆さん朝から本当にありがとうございます。京都は本当に美しくて、今日も晴れててもう気持ちいいなと思うんですが、撮影でもいろんなとこにお邪魔して、東福寺さんとか、最後にマリコがハラハラと振るシーン、あれなんかも本当に京都じゃないと撮影できないなっていうぐらいで本当に感謝しています。そして今日来ていただいて、こうやって見ていただける、本当に感謝しています。ありがとうございます。日野和正役、斉藤悟さん、お願いします。こんにちは。東京でね、向こうでも挨拶してきました。でもやっぱり何でしょうね、僕は福島生まれなんですけども、この科捜研の女ここで来たって、なんかやっぱり帰ってきたなっていう気がしました。非常事態宣言も明けてね、こんなに大勢で見てくれたっていうのは、まだ東京の場合はねちらほらでしたけど、本当に、嬉しい限りでございます。今日もよろしくお願いします。橋口露太役、渡辺修さん、お願いします。京都の皆様、はじめまして、本日はお忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。橋口露太役の渡辺修です。本当に先ほど斉藤さんもおっしゃってましたが、緊急事態宣言明けてこうして満杯のお客様の前で、こうして舞台挨拶を行えることをとても光栄に思っております。本日は、時間少ししかないかもしれませんが、心ゆくまで楽しんで行っていただけたらと思っております。よろしくお願いします。ワクター美役、山本ひかるさん、お願いします。皆さんこんにちは、ワクター美ですね、私はですね、大阪の生まれで、それで15歳ぐらいまでちょっと大阪にいたんですけど、小学校中学生の時にですね、京阪電車で学校に通ってまして、茅島駅から郡園駅までの2駅の間なんですけど、どうしても眠くてよく寝過ごして出町柳駅までよく行ってました。なのでなんかすごいこう帰ってきたなっていう感じがありますね。まさかね、その時はね、こう京都でこうしてまさか自分が舞台挨拶をしているとは思わなかったので、こうして京都の皆さんの前で舞台挨拶することができてとても嬉しいです。皆さん今日はよろしくお願いします。神原優輝役、石井和明さん、お願いします。皆さんようこそお越しやすちょっとちゃうやろ、ほんま境にほんま、神原優輝役の石井和明です。決して京都弁をバカにしてるわけではありません。僕は京都が大好きで第二の故郷だと思っていて、もう京都でこうやってこの皆さんと舞台挨拶をして皆さんとこうやって会えるなんて本当に嬉しいです。
ちょっと違うやろというツッコミもありましたけれども、京都ならではのこう舞台挨拶が始まったなという感じがいたしております。ではここからは私よりいくつか質問をさせていただきます。公開から1ヶ月が経ちまして、ついにここ京都での凱旋舞台挨拶ということになりました。そして、今回はですね、初めて客席が満席ということもございます。改めて今のお気持ちお聞かせください。はい、緊急事態宣言が明けて本当初めて、満席のお客様の前で今日はご挨拶させていただきます。今日は朝起きてカーテンを開けたら朝雲を見ました。今日は京都で初日会えたような気持ちです。そして斉藤さんもおっしゃってましたが、やはり京都に帰ってきたら、ホームに戻ってきたなと、そんな気がしています。